こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、確かにね、30日目ってお金を払うと1日になりますよね。で、その1日の講習の帰りに車で帰っているやつもいるんですよね。なんかそれは多分アウトだったと思うんですよ。どうだったんですかね、ちょっと忘れましたけど。まあお金で愛が買えるかなんて昔から言われてますけども、まあ、私はね、結構な確率で 100% ではないけども買える派なんですよ。というのが、愛する人のために稼げるようになると、それは気持ち伝わると思うんですよね。で、デートもプレゼントも結婚生活も恋愛をしてる時も常にお金ってかかりますよね。じゃあそのお金がなくってカツカツでやってても愛してもらえるような、そのぐらいの人格を持ってますかってことですよね。もちろんお金がなくても愛されるような人格を持っている人はたまにいるんで、愛はお金で買えるか買えないかって言ったら、いや、お金だけじゃないよっていう方もいますけども、愛がお金で買えないとかいう人って相当な人格を持っている方なんじゃないかなと思いますよね。逆にそういう人ってすごく珍しいと思うんですよ。大抵の場合は、まあ、お金を持つことによって無理なくお付き合いできるし、ほどほどの幸せや、環境や、まあ、プレゼント、物、コスト、そういったものをヘッジできると思うんですよね。だから、確かに結婚相談所でも年収がやっぱりこうね、500万とか600万とか1000万とかっていうので区分けされて、稼げる人は人気ですよ。やっぱ稼げるってことは一つの愛情表現だと思いますしね。で、その、まあ、例えば男性にとって女性でしょ。女性が求めるものっていうのはやっぱ生活の安定であったり、結婚した後の安定っていうかね、楽さであったりね、楽だなって感じたり安心だなって感じてるとこだと思うんですよ。そしたら年収200万300万ではとても安心できないし、不安だからなかなか選ばれないと思うんですよね。要は年収が高い方が安定感あるし、女性から見てやっぱりより多く獣を取ってきてくれて、自分と自分の子供、親戚、縁者、そういったものとうまくやってくれる人ね、そういう人がいいんじゃないかなと思います。基本的に稼げる人ってコミュニケーション力高いんですよね。やっぱこうセールスをすることとか交渉することって人の気持ちを動かすってことなんで、やっぱりその力っていうのはビジネスじゃなくても活かせると思うんですよ。まあセールスの連続ですよね。だから言ってみればね、結婚生活っていうのはいかに気持ちよくなってもらうか、いかに問題解決をトークによってやっていくかっていうことだと思いますんで、まあ、そういうところあるんじゃないかな。じゃなかったらね、やっぱおかしい部分があるんですよ。今ね、やっぱりこう安定した仕事がなかったり収入がない人がなかなかね、結婚したくてもできないと。だから結婚したいと感じている人は40代50代で8割ぐらいいるらしいんですよね。でも結婚できている人って3割ぐらいだと。そこには確実なる年収の壁があるんじゃないかなと思いますんで、お金がなくっちゃその気にもなれないっていうところまで考えると、お金がないと、まあ、愛が芽生えないっていうこともあるのかなと思いますよね。で、逆にね、まあ私の経験かもしれませんけども、愛情から始まって稼がねえとなっていう風なねそのマインドに火がつくことがあるんで、まあ私はね、恋愛をした結果稼げるようになったと言っても過言ではないかなと思いますね。いってらっしゃい。